晴らしいです。ああ、なんて神々しいお姿、もはや全ての言葉が無粋。ただただ見とれるばかりです。リベリア様と同じバトルクロス、これほどまでに士気の高まるものはありません。私も早く欲しいです。これでこそハイエルフ率いるフェアリーフォース、かつてないほど身が引き締まります。これならどこへ行っても最強。私は納得していないぞ。そんな正気かと今にも問いそうな顔をされようとも、わざわざこのような格好で戦場に出るつもりはない。あと、フェアリーフォースなどという浮ついた名を認めた覚えはない。レフィーアのバトルクロスも作る必要はない。当然、ユニフォームの話も白紙だ。ガーン！バカなことをやってないで、ダイダロス通りの夫人の確認でも。いいんじゃないか？団長！君たちエルフの士気が嫌おうなしに上がるバトルクロス。なかなかいいじゃないか。何を言ってるんだお前は。今回の作戦で君たちの部隊が切り札となることは明白なら、少しでも効果が見込めそうな事柄は試しておきたい。つまりだ。団長命令だ。エルフの士気を高めるため、そのバトルクロスをまとえ、リベリア。団長の許し、いえ命令が出ました。さあリベリア様、もうこれは清掃です。はい、命令だから仕方ありません。命令だから仕方ないんです。おい待て、フィン。悪いね、今回僕も余裕がないんだ。使えるものは何でも使わせてもらうよ。これは本当に余裕があるなしの話なのか。服一つで士気が上がるかもというのなら願ったりだ。安価な投資で最大限の見返り、最高の文句じゃないか。不確定要素に頼りすぎだ。何とでも言うといい。所詮僕は外聞と結果だけを求める人工の英雄に過ぎないんだから。それが言いたかっただけじゃないのか、貴様は。